ちは、ツルウェーブのタムです。今回は堤防石台メジナ釣りに来ています。気になる爆釣理由の紹介もしていくので、ぜひ最後までご覧ください。現場に到着すると先行隊のてっちゃんたちがすでに爆釣しています。試合は少し過ぎてしまったようですが、頑張っています。今回タムはこんな仕掛けでやっていました。普通のシジバスロットにフロートリグのぶっ飛びロッカー2を装着した仕掛けです。遠投性を持たせつつも重りより早く餌を落とし込むことができるので、警戒心を与えづらくできます。餌は青い染めの一本掛けです。フロート仕掛けはこんな感じです。早速タムの竿にヒット。来た、ウェーイ、ちっちゃいミニメジナ来た。最初の魚はちょっと小さかったです。そして風が強くなってきたので電気浮きの仕掛けに変更です。電気浮きはこんな仕掛けです。剣付き金針を使うことと、ハリスや針のサイズとバランスが肝です。切れるっすね。お、そこそこいい当たりを感じる。切れない。終わったかな。あ、終わったかも。やばい。あ、来てる。来てる。上がった。おっと。タモお願いしていいですか。あ、でもそのでかくないわ。あ、違う。1台。イエーイ。手がかりか。びっくりした。おお、ありがとう。イエーイ。ナイスサイズ。あ、結構でかい。30ぐらいあるか。しゃあ、釣れました。メジナのでかいやつだ。でかいじゃん。あんまりまた突っ込まれようと思った。メジナでしたね。でかいね。でかい。めっちゃでかい。これうまいっしょ。これ飲んじゃってきた。顔の。メジナ釣れました。いいね。イケメンですね。メジナです。はい、結構でかい。見えます。ナイス。手が邪魔かな。この尻尾がね、もうちょっと綺麗に見えたい。そういうこと言ってる場合じゃなかった。行きましょう。やった、よかった。釣れた。ナイス。メジナかな。メジナだ。メジナだ。メジナ。ふぃー、でかいじゃん。でかい、デカメジナじゃん。ふぃー、タムさん、釣りじゃないっすよ。マジで船宿の人だよ、これ。完全にでかっ。マジでかいな。でかいメジナ。はい、最高ですね。てっちゃん爆釣。はい。もっと前に出そうよ。もっと前に。あ、いいね。てっちゃん最高に爆釣してます。やばいっすね。はい。今日何匹目？いや、もう数え切れないです。めっちゃマジででかい。でかいね、これ。はい。30ぐらいある。あるっすね。ねえ。はい。100メジナとか久々に見たこれ。いや、俺もこんなでかいの。あの、ここで初めて釣りました。ねえ。
すげえ。こっちがだってもうめっちゃだけどでかいもん。じゃあ俺も釣るわ。お願いします。はい、メガネ踏むな。はい、メガネ踏むな。ハモ大丈夫。お、二人の協力プレイ。ナイスキッチュー。ナイスサイズ。オッケーです。やばい。素晴らしい。あ、でも今日1台少ないっすよ。でもこれでかいね。これでかい。40はある。ね、40はある。こっちは30ある。無駄にベラも入ってるね、ここね。ベラは最初に見た。パンパンだね。電気浮き釣りのポイントとしては、基本的には深場で根掛かりするような潮通しがいい岩礁帯がおすすめです。棚は底付近がよく釣れますが、中層にいることもあるので、遠くから足元まで臨機応変に探りましょう。来ました。来ましたよ。ちっちゃいかな。でもあ、アメジナだ。ナイス。そうだね。あ、そうですか。はい。いや、もうしばらく釣れてなかったからのこいつなんで、はい、嬉しいですね。最高です。最高ですか。はい。あ、よかった。でかいよね。俺のとこ来てくれて。もう一回見せて。どうぞ。綺麗な。マイスマホで撮って。ウミガメだ。でけえ。ほら。でけえ。今撮ってます。はい、ちょっと光当てないと見えないし、みんなで当てよう。はい、光みんなで当てればよく見える。おお、でかい。でもあれ撮れてもマジ困るっすね。あ、そっか、ダメなんだ。面白いだけだもん。うん、でもすごい。ありがとうございます、呼んでもらって。タナゴですよ。パッと見メこの釣りでは、イシダイの深瀬釣りのように小マフェを巻いて針と同調させたり、そういうことはしないので、比較的簡単に釣ることができます。今回初めてやった友人もすぐに覚えて釣果を上げていました。そこ付近の五目釣りなので、シーバスやイケエビなんかも釣れちゃいます。まだやったことがないという方も、ぜひ楽しんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。